ユュー・フイマンは、ベトナムの軍人、政治家。ベトナム共産党政治局員、ベトナム人民軍政治総局主任、国家評議会副議長を歴任。最終階級は大将。実名は、中番自由で、1913年、フン・グエンフ、イエンチュオンソーイエン・ルーシャで生まれた。彼は1929年に、革命運動に参加し、1930年に、 インドシナ共産党に加入した。ゲティンソビエトが湧き立つ中、彼は赤色自衛隊に参加して、シャ自衛隊副隊長となり、その後はシ、ャシ部書記、下フ小グ具園県権委員会文書記を務めた。1935年5月、彼はなおーフイマンと変えた。その上、ブー、チャン、レテミー、チャンタインラク、ハイマインのような、いくつかの暗号名も用いた。 1937から1940年、彼はフランス植民当局により何度も逮捕されて、瓶の牢獄に拘禁され、1940年にはコントゥム省のダクライに、その後は同省ダク藤に連行、拘禁された。1943年には脱獄して革命活動を継続し、クアンナム省ベトミン支部及びクアンナム省委員会に参加し、 その後クアンナム小委員会副書記に任せられた。1945年にベトミンが政権を獲得した後、彼は軍隊に入隊してクアンナム招大政治員となり、その後は中部四省軍政委員会主席、党検査委員会委員長を歴任。1947年夏、彼は第72バック関連隊連隊長権、連隊党委員会書記となり、 ベトバック軍区委員会委員に加わった。翌1948年の夏には、第74カオ版連帯連帯長券、連帯党委員会初期、連帯政治委員に任命。後に、第174カオバックラン連帯連帯長券、連帯党委員会初期となり、1950年の国境戦役で活躍。1951年5月、彼は、 第316大団政治委員、その後は同政治委員、第316大団党委員会書記を務め、1954年のディエン・ビエンフーの戦いに参加した。ジュネーブ協定の締結により、フランス軍が撤退すると、チューフイマンは1954年8月にザイラオスベトナム軍事顧問団団長権等委員会書記に任命される。暗号名ブーチャンの名で活動し、 ラオスの革命支援、軍隊組織化のための顧問、専門家を統括した。1955年3月9日、ラオス派遣部隊が、ラオス幹事会として再編されると、幹事会委員を兼ねた。1957年には、第四軍区政治委員、1958年に、西北軍区政治委員兼西北区委員会初期となった。1958年、 少々の階級を授与される。1960年9月、ベトナム労働党第3回党大会において党中央委員に選出。同時期に、ラオス内戦が再燃すると9月26日から30日にかけてパテートラオ軍イコールベトナム軍連合によりサムヌアを解放。その後もプーミノオサバン将軍が率いるウハ政府軍との戦いを支援した。 1961年、第4軍区司令官県政治委員、党委員会書記に任命。1964年には、中部の第5軍区政治委員に任命。1965年8月、B3 地区司令官県政治委員、党委員会書記に任命され、プライメの戦い及びサタイの戦いを指揮した。1967年から1975年、第五軍区司令官。 軍区党委員会副書記。1974年、上昇に特進。1975年3月25日、レチョンタン中将を司令官とする、クアンダ戦線司令部政治委員に任命され、笛田南戦役を指導し、3月29日に、田南を攻略した。1975年から1976年までは、引き続き、第5軍区司令官権政治委員。 党委員会初期を務めた。1976年のベトナム共産党第4回党大会において、党中央委員及び党政治局委員に選出され、党序列第14位となる。さらに、中央軍事党委員会副書記、中央軍事党委員会監査に任命。1977年からは、ベトナム人民軍政治総局主任を務め、ラオス革命の支援工作を担当する。 1980年大賞に昇格。1981年7月4日、第7期国会第1回会議において国家主席制が廃止され新たに国家評議会が創設されると国家評議会副議長に選出された。1982年3月の第5回党大会において政治局員に再選出され序列第8位に昇格した。 しかし1986年、軍内部におけるレズアン体制への批判から人民軍党支部大会において、直党大会に出席する軍代表に落選してしまう。これにより、同年12月の第6回党大会において、中央委員及び政治局委員からの退任に追い込まれた。同年、国家評議会副議長を解任。翌1987年2月16日、 政治総局主任を解任された。2006年7月1日、ハノイの第108軍中央病院でにおいて死去した。第2、6、7期国会議員。金星勲章、法治民勲章、一等軍港勲章、その他多くの勲章を国家より授与された。2000年、党70周年起章を贈呈。大将中フイマン、法治さんから与えられた最初の任務。 バオモイ、大将中フイマン、法ジさんから与えられた最初の任務、バオモイ、ナンバ・ショタロウ、ラオスにおける解放区の成立過程、1950年代におけるパテートラオの対ベトナム民主共和国、対ラオス王国戦略の変遷を中心に、東南アジア研究55巻1号、2017年7月、16ページ。 ベトナム民主共和国主席六67号第3期頭、中央執行委員会図、百140から142ページ、第4期頭中央執行委員会第4期頭、中央執行委員会アーカイブド2013年1月30日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、木村、竹内、205ページ、1981年、インド・シナ・重要日誌アジア同行年一1982、 参考資料インドシナ1981年のに、ベトナム社会主義共和国国家機構人事、アジア同行年報1982、236ページ、第5期等中央執行委員会第5期等中央、執行委員会アーカイブド2014年1月13日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、木村、185ページ・ティン、221から222ページ、 国家評議会決定782バイト号大正中フイマン死去。ありがとうございます。